はい、森田カレです。本日も YouTube にいただいたコメントですね、お答えしていきたいと思います。自由形です。自由形では肘を自然と曲がるタイミングで曲げて良いでしょうかという質問をいただいております。まあ、要はあれですね、指導の時とかにこうね、肘を立てましょうとかってね、まあ、言われるので、僕は動画とかでね、よく肘は意識しなくて立てなくていいですよってことを言っているので、まあ、その動画に対してですね、質問でした。そうです。これは自然との形で構いません。ですから結局もう根本なんですよね。結局その動作として、皆さんが泳ぎのことを考えていかなきゃいけないのは、正直進めばいいんですよ。進めばいいのに、結局その形ばっかり意識して進むところを止めてる状態ですね。例えば自転車だってね、ペダル踏むときに角度とか考えて、そしてね、考えすぎても踏まなかったら進まないですよね。その肘を立てることってそれと一緒なんです。要は考えすぎちゃうと、結局体が進まなくて、やればやるほど腕に負担がかかってきてしまう。それは何でかというと、動きが止まってるからだけですね。ですから別に変に曲げるんじゃなくて、この体がスーッて進んでいるときに肘曲がりますね。この感覚ができればいいわけです。その時にただ肘がちゃんとグッと曲げて、グッと最後フィニッシュができればいいよっていうところだけなので、ってなった時にですね、もう少し前、下げられますかね。はい、 OK です。この時にいいですよ、意識してしまう方はここから最初から肘を立てようって上げるなですね。こうですね、こういう、要は最初からこういうふうに意識をしてしまうわけですね。でそうすると結局は、体が前に進まないわけです。ですからまずはこの水を、体が進むために手が少し、この手がありました、手が少しありましたね。これを少しスーッと持っていく、このね、動作、軌道の動作がある中で、もうちょっと上に上げてもらっていいですかね。そう、この辺ですね。今ここ手がスーッと伸びてますね。伸びてから、はい、ここからスーッと手が後ろに行く動作があって、動作が前に進んできて、進んできて、ストップ、ちょっと早く、今一番 OK、 ここです。そうです。今ここですね、やっとここで肘が立つわけです。ですから距離感的にはかなりの距離ありますね、このね、距離感ね。ですからそれまではとにかく手をぐーっと少し下にも、体を進めるようにして持っていく。そしたら自然と肘が立ってくるので、そこで体を前に進めていく。じゃあちょっとそのまま流しますよ。吸って、ここでも肘もう立ててますね。やっとこの辺ぐらいからです、立ったのが。でまだここではまっすぐですね、吸うと一緒にいっちゃっていいです。でうまくいかない方はもうこの辺ぐらいから、じゃあ書こうかと、ここで肘をいきなりグッとやっちゃうんですよ。そうすると止まらないですね。ここから下げてきて、体が前に行くイメージをして、持ってきて、まだね、今体をこっちに運んでます。そう。やっとこの辺ぐらいが立ってるんじゃないですかね。ですよね。ここ立ってますよね。でもそれまでは、ここから、ここまでの間には、体が前に進む意識を持っているということです。そうするためには、こう手をぐーっとね、押さえていく。ですから、パドル使ったりとかやって、進めていくのは、そこの感じになってきますので、ぜひやってみてください。皆さん、YouTube、マイチャンネルのご登録はお済みでしょうか。最新情報を配信しておりますので、皆さん、必ず、このマイチャンネル、ご登録をよろしくお願いいたします。